でいきました。久しぶりに倒った。また反り技を見せようとしましたが、こらえました、剣翔。そして右の上手、それを離れていきますが、突き倒しました。落ち着いて動きに対処しました剣翔。裏敗れて3敗。剣翔は3連勝で白星を1つ先行しました。6勝5敗です。ただいまの決まり手は押し倒し、押し倒して剣翔の勝ち。いやー、この動きの中でうわーっと感慨が湧きましたよね。いやーね、まさかね、また2日連続で、はい、急ぎを狙ってくるとは思わなかったですね。そうですね、その部分ですが、右で張ってこう左から起こそうとしました。起こされかけてここです。狙ってるんですかね、どうなんですかね、これは流れの中 で、はい、で左を刺されましたので、こう、あ、でも頭を入れてきて、ね、言ってますね、自分で。あれ、手が、左手がもし内側に入っていたら、はい、もしかすると 何か 別の展開になったかもしれません。上手を打たれて、その上手を嫌って回り込もうとするところ、ついていきました。少しね、剣翔の頭の中に入ってたような感じですね、はい。